今回は、一口馬主クラブの話題から。まだ出資できる、隠れた素質を持っていそうな、2歳馬参戦を、現役一口会員が紹介します。本動画の注意点はこちら。個人的な主観が多分に含まれます。2歳新馬戦が始まるまで、もう間もなく。クラブによっては、デビュー直前にもかかわらず、まだ出資できるところもある様子。そんなクラブ所属馬の中で、あれ、この馬活躍しそうじゃない？なんでまだ残口あるの？と、個人的に感じてしまう2歳馬をちらほら発見。ということで、動画作成時点で、まだ出資可能な厳選2歳馬を3頭、勝手に紹介。1頭目は、ミッドナッツソル。性別、メス。生年月日、2021年4月30日。父、ビッグアーサー。母、マザイ。母父、ファスリエフ。生産者、服部牧場。調教師、中村直也。所属は、ユニオンオーナーズクラブ。募集価格、1400万円で、一口7万円。阪神に、牝馬ながらダート短距離で活躍した、コパのフィーリング。おじに、ダービー馬、エイシンフラッシュ。本馬の父は、短距離で活躍した、ビッグアーサー。主な代表3区に、東進マカオ、ビッグシーザーがいる。本馬の最大の武器は、スピード。クラブコメントでも、スピードあり、前向きさあり、とすでにスプリンターの素質十分。早期デビューも視野に入っており、牝馬のスプリンターに抵抗がなければ、出資検討したくなる存在。この血統の割に、募集価格1400万円は個人的に安く感じる。気になる方は、ユニオンオーナーズクラブのホームページをチェック。2頭目は、ペレストリーナ。性別、メス。生年月日、2021年3月5日。父、マジェスティックウォリアー。母、アルセナーレ。母父、黒船。生産者、K.I. ファーム。調教師、新海光一。所属は、ロードホースクラブ。募集価格、1600万円で、一口 3.2 万円。母アルセナーレは、現役時代関東オークス3着。本馬の父は、ダート馬を輩出している、マジェスティックウォリアー。本馬の注目ポイントは、とにかくクラブからの評判が良い点。それほど動きが良いのか。ぐんぐん良化を遂げている。いい背中で、気性も落ち着いている。そして、ここ最近の本馬の評価が一気に上がってきている、と、クラブも息巻いているのが伝わるほど、ベタ褒めコメント多数。ダート牝馬は、好き嫌いが分かれそうだが、募集価格1600万円なら、クラブコメントを信じて出資しても、と感じてしまう。クラブコメントは、非会員でも読めるため、本馬が気になった方は、ぜひ、ロードホースクラブのホームページをチェック。3頭目は、サクソフィーナ。性別、メス。生年月日、2021年1月17日。父、サクソンウォリアー。母、ザフィーナ。母父、カサメント。生産者、海外。調教師、田中広康。所属は、笑う角。募集価格、2000万円で、一口4万円。本馬については、募集当初から個人的に超絶割安馬として、動画紹介していた逸材。母ザフィーナは、現役時代海外重賞2着。
じおばは、海外リステッド勝利。本間の父は、サクソンウォリアー。初年度3区が、世界で大活躍。欧米で重賞勝利している。日本でも、アドマイアイルとダズリングブレイブが、勝ち上がり。サクソンウォリアーの種付け量は、3区がデビューする前までは、右肩下がりだったが、初年度3区の爆進により、2023年度種付け量は、前年度 1.75 倍の35,000ユーロ。一気に評価が爆上げした、シュボバのうちの一頭。そう考えると、サクソフィーナの募集価格2000万円は、割安に感じる。某POG本では、活躍馬の共通点である、とあるコメントが掲載。クラブの近況コメントでは、力強い動き、パワフル、パワーがすごい、といったような、ダート馬なんじゃないか、と勘違いしそうなほど、雄大な馬体を生かした走りに。活躍しているサクソンウォリアー3区の共通点を探ってみると、なんと、ノーザンダンサー、もしくは、ダンチヒクロスを持っている3区が活躍している模様。日本で勝ち上がった、この2頭は、どちらのクロスも持っている。サクソフィーナにも、ダンチヒクロスありで、共通点に該当。ちなみに、動画主も、早期割を利用して、サクソフィーナに出資しています。今後、2000万円でサクソンウォリアー3区に出資できない気がするため、本間の近況と海外での3区の走りを見てから、強気に追加出資しようかと考え中。サクソンウォリアーの可能性にかけたい方は、ぜひ笑う角のホームページをチェック。以上、3頭独断と偏見でピックアップしましたが、最終的な出資は、必ず自己判断、自己責任でお願いします。本動画がいいと思った方は、ぜひ高評価をお願いします。また、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ピックアップした3頭から、活躍馬が出てくることを期待。隠れた素質を持っていそうな厳選2歳馬参戦の紹介でした。